本当に久しぶりでごめんなさい。久しぶりです皆さん。ちょっとしかできないけど本当にごめんなさい。でもちょっとできるって思ったので配信始めました。けど絶対にこのうちの子が吠えちゃうので、こんばんは。本当に久しぶりで本当にごめんなさい。反省してます。それはすごく元気でしたか。今日は私は握手会でした。来てくれた方ありがとうございました。やっぱ久しぶりの握手会だったので直接お礼言いたいなと思い配信を始めました。45分くらいまでかな。かまわ、明日もよろしくね。うん、体調大丈夫。今日すっごい体調心配してくれて皆さん、でも元気です。すごく本当に久しぶりです。でも明日もねショールームできる気がするんだよね。なんとなく握手会終わってちょっと時間があるので、ちょっと時間が空くのでその後ね、ちょっともしかしたらするかもしれない。なんかそこにその時にいるメンバー誘ってやってみるわ。今日はありがとう。こちらこそ。やっぱ皆さんすごく楽しいです。現地ぜひ握手会本当に来てほしい。ね、本当に今更16期行ったとこで、16期って私のことね、16期の子行ったとこでって思うかもしれないけど関係ありません。私だってまだね、まだっていうか握手会ずっと大好きだし、絶対に満足してもらえる握手会にするので、はい、あやみん天才すぎてびっくりしました。ありがとう。こちらこそすごいでしょ。ありがとう。今日初めて行ったのにお話ししてくれてありがとう。楽しかったです。よかった。あ、こんばんは、こんばんは。今日来てくれたらね、ありがとう。アイコン見て思い出したよ。覚えてた私。そう、やっぱ握手会になんかさ画面にトリックオアトリートって一生出てるんだけど、やっぱ握手会復活したから来ましたみたいな人結構多くて嬉しい。私が使ってる白の香水はホワイトリリーっていう香水です。まあさあ、あれ、本当だ、野球やってる。え、もし本当に握手迷ってる人がいたら来てほしい。全体的に人が多くてびっくりした。確かに今日人多かったよね。そんな気が私もしました。第5部はすっごいたくさん並んでくださって、特にね、特に第5部はめちゃめちゃ並んでくださって本当に嬉しかったです。おしまし使えないのにあんなに来てもらえるなんてね、びっくりしちゃった。握手券買ってぜひ。ありがとうございます。はい、あ、そう、みんなにみんなにお願いじゃないけど、なんかもしその一つの部でもし何枚も握手券を持ってたとしたら、ぜひまずは最初に1枚並んでほしいなって。やっぱみんなだんだん後から来るのも嬉しいんだけど、やっぱ最初にまず会いに来てほしいなって思うから、その部のね、その各部の最初に、もし各部でいっぱい枚数持ってたらぜひ1枚まずは私が園に入った時にお迎えしてほしいなって思いました。ちょっと待って、さすがにうるさいね。ちょっと待って、
大丈夫ですすいませんそうな感じかな、うん、明日はね 1,2,3 部とおしまし使えるのでぜひお待ちしております。はい、よろしくお願いします。明日は仮装するよ。そう、明日はね、なんと仮装するんです。明日は仮装するので、まあ、全然ハロウィンと関係ない、ハロウィンと関係ないというか普通に仮装なので、仮装するので皆さんお楽しみに。仮装するメンバー多そう。明日ちょっともう髪の毛ボサボサだね。今日の洋服はそう、昨日買ったやつ、さっきメールにも書いたんだけど、メール届いたかな。最近はね、ユーピンクの新作の、あのユーピンクの新作の02番の方、02番の方のピーチを下地に塗って、その上にこう他のリップを重ねて塗るっていうのにすごいハマってます。そう、ユーピンク大好きなの。私ユーピンク大好きすぎて、今アイシャドウのパレット2個もね持ってるんですけど、これ今2個使いしてるんですよ。そう、場所によって。キリンさんの、キリンさんといえば卒業公演、卒業公演じゃない、卒業発表されてしまいましたね。そう、コンサートの話もねしよっかね、途中少しずつ。キリンさん、皆さんはいましたか、会場に。1日目、柏木由紀さん、ゆきりんさんが卒業発表されてしまったんですけど、私本当にここ最近で一番泣いたってくらい、なぜかすっごい泣いちゃって、涙出てきちゃって、なんか普通に一 AKB が好きだった女の子としても涙が出てしまったし、ゆきりんさんに今までしていただいたこととか、なんか言っていただいた言葉とかいろいろ思い出して、なんかゆきりんさんともう一緒にね立てないんだって思うと、ちょっと今でも泣きそうなんですけどそう、ゆきりんさんともう一緒に立てないんだって思うと寂しくなったし、なんか本当に AKB の一つなんか区切りじゃないけど、こんなに長いことを続けて、長い間 AKB にいてくださって、その最後の卒業発表っていう瞬間にその場に入れたことも嬉しかったし、なんかやっぱ私はずっと AKB の選抜にもちろん憧れはずっとずっとあるんだけど、やっぱりゆきりんさんがいる選抜っていうのがすごい、なんだろう、一つ目標であって、ゆきりんさんが卒業されるまでに入りたいっていう気持ちもあったし、ゆきりんさんがいる選抜を目指してたというか、そしてそれだとまた誤解が生まれちゃうんですけど、そう、だからねすごい寂しくて、心にポカポカンと、心にポツンと穴が開いたような感覚でした。離れていてもの時とか、離れていてもの時とか本当に自分でも、ゆきりんさんとたくさんお話ししたことあるわけじゃないし、同じチームになったことあるわけじゃないのに、なんだかすごく涙が止まらなくなっちゃって、自分でも途中でなんでこんなに泣いてるんだろうって思った。そう、私ってゆきりんさんのことすごい好きだったんだなってその時に改めて思いました。ゆきりんさんとの忘れられないエピソードはあるよ、なんなら今回のコンサートでもあるけど、ちょっとそれは言っていいのかな、わかんないけど、なんかいつか言いますねそれもすごい嬉しかったことで、
ゆきりんさんの優しさに救っていただいたことで、あと私がすごい忘れられないのは、あの AKB のコンサートの選抜に入った時にすっごいなんか、うん、やっぱいきなり選抜に入れてもらったからどうしようっていう気持ちが、嬉しいけど新ファンもいっぱいあった中で、なんか握手会じゃない、その時はオンライン話し会か、オンライン話し会の会場でキリンさんが楽屋で、あ今度選抜なんかコンサート一緒だねみたいな、選抜一緒だねって頑張ろうねって言ってくださった、そう頑張ろうねって言ってくださって、すっごい嬉しかったです。本当にその時忘れられないです。私は今までゆきりんさんとそんな喋ったこともなかったし、アイドル修行中公演も出てなかったので、そうあれにね出てたらまたちょっとたくさん関わる機会があるのかなって思うんですけど、そうてか私アイドル修行中公演がすごい好きなので、また出たい、また出たいじゃない、出たいなって思ってたんですけど、それは出れなかったので、そう全然ね話したことなかったので、なんかそうやって声かけてもらえたことすごい嬉しくて、なんか顔テカりすぎじゃないけど、触ったらそんなことないんだけど、これなんだろう、このライトかなそうなんかねそういう優しさとか思い出して、そう今回のね武道館でもゆきりんさんの優しさに救われたことがあったので、そうなのでそれを思い出したら、もう離れていても、離れていてもとかよくわからないくらい泣いてた涙止まらなくなっちゃって、そうやめちゃわないでくださいってやめないでって思っちゃいましたね、すごく。うん、いやー本当にね、もっと私がなんか選抜に入れたりしてたらゆきりんさんの近くで活動できてたのかなーとか思ったりもしたけど、うん、そう、あとはなんかやっぱし、やっぱりね今回の武道館もそうだったけど、なんかやっぱさ映像フールとか見返してもさ、やっぱり映像に映るのは選抜じゃないですか、めちゃめちゃ選抜さんが映ることが多いから、やっぱ真ん中で踊りたいなっていう気持ちがねすごいあるんだけど、なんか前回のコンサート、前回なんかなんかの時のコンサートは割ともうなんかどの曲もなんかおな一列目だったりとか選抜に近い位置で踊ることとかがすごい多かったんだけど、今回っていうかその今回前回ぐらいから、あれなんていうの、あの演出さんが変わってからっていうのかな、からなんか本当に周りのメンバーももういろんな、みんな端っこも行くし、てかすごい考えてくださってて、今回のはね、今回とか最近担当してくださる演出の方々が、選抜でも一回は花道の一番右下手に行くようにとか一番上手に行くようにとかすごいいっぱい考えてくださってて、そういうのもあってすごい3列目で踊ることとか、アイドルなんかじゃなかったらもうあの3日間ねずっとあるから同じポジションの方が楽じゃないですか、楽っていうかこんがらがらないじゃないですか頭が、だからずっと3列目だったりとかしてしてたんですけど、なんかゆきりんさんがリハの時になんかなんだっけな、1列目が頑張るのは当たり前みたいな、1列目の人はそれ一番前で踊ってるんだし1列目の人が頑張るのは当たり前って、でも2列目3列目が1列目は
後ろの人が見れない見えないから、後ろの人がどんだけこう頑張ってるのか、なんて言葉にするのも難しいんですけど、1列目の人は後ろが見えないじゃないですか、 2,3 列目がね。でも 2,3 列目は1列目が見えるし、1列目が見えるからこそもっと頑張らなきゃ、あちょっと私の語彙力がないんですけどそう頑張らなきゃいけないみたいなのがずっと忘れられなくて、今日もじゃない、今回のコンサートも3列目にいる時とかも絶対に全力で踊ろうって思ってたし、例えばね、なんだっけ、山台っていうの2階みたいなとこあるじゃないですか、コンサート2階にいる時も目の前に選抜がいるから、やっぱその姿を見れるから、その姿を見て頑張ろうってなるし、なんか分かりますか、この言ってる3列目が一番頑張れるっていう、頑張れるんだよっていう、1列目が頑張ってるのを見れるからっていうことかな、まとめるとそう、その言葉が忘れられなくて、そう大事だなって思うし、ゆきりんさんは私がすごい嬉しいなって思ったのは、その2階にいた時になんかやっぱ選抜は真ん中で踊ってて、で2階選抜の上手、選抜の横隣横で踊ってる他の選抜じゃないメンバーがいて、なんかそういう時にやっぱなんだろう、孤独かなんていうの、なんかなんだろうな、難しいけど、なんかそういうやっぱ選抜と違うじゃないですか、真ん中でね。でもゆきりんさんはその選抜で踊ってるのに、選抜じゃないメンバーと目を合わせてくれて、私が何の曲、初日だったかな、初日何のなんかの曲で山台にいた時に、あそう疎外感、それそう、山台にいた時にゆきりんさんが山台の方を、あの2階の方を見てくださって目合ったんですね。でそれがすごい嬉しくて優しいなって思って、目が合うだけでさ、やっぱ一緒に踊ってるって感じるじゃないですか。そう、なんか伝わりますかこれそう、そういうのもあって、だからね、すごい寂しかったです、卒業発表。伝わりましたかこの話そうそう、選抜、ゆきりんさん選抜で踊ってるのにさ、選抜じゃない方のメンバーの方を見てくれて目があったんですよ。そう、その目があったのがすごい嬉しくて、それだけで、あ一緒に踊ってるんだって、選抜真ん中に立てるのは16人だけど、そうじゃない AKB としてコンサートやってるんだっていう気持ちになれたし、嬉しかったです。それね、寂しいですね、すごく寂しいので、私はユーピンクをいっぱい使って思い出したいと思います。ゆきりんさん、ゆきりんさんのパフォーマンスって本当にすごいからね。私は卒業コンサート、トムさんの卒業コンサートとか、ナナさんの卒業コンサートとか見に行った時に、選抜が踊ってて、あ誰だろう、すごいな、目自然と目で追っちゃうなって思ったら、ゆきりんさんっていうことがね多いんですよ、すごく。そう、今日はコンサートの話全部したいけど、全部する時間もないので、1日目ということで、ね、でも私はまだ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 頑張る気持ちでいるので、
もちろんね、もうこんだけ AKB にいるんだからっていうさ気持ちもあるか、声ももしかしたらあるかもしれないけど、そんなこと言ったってね、私にだって私を応援してくれるファンの方がいるんだから、やっぱね後輩に譲るとかじゃなくて一緒にね、一緒に盛り上げていきたいし、私もその中にいたいなって思うし、だってさもう7年になるんだから譲りなさいってなんか違う気がするので、そうじゃなくて私だって応援してくれるファンな人がいるわけだからね、その方々のために頑張りたいなって思うし、一緒にみんなでね盛り上げて、別にねそう盛り上げていけたらいいなって、盛り上げたいなって思います。そうだよね、最近好きになってくれた方はみんなにとっては7年とかじゃないもんね、1年だったり数ヶ月だったりねするもんね。そうだよね、選抜は譲られるものではなく奪うもので。そうなんですよ、そう今日も本当にありがとうございました、握手会嬉しかったです。やっぱ今回のシングルが勝負だと思ってるからって、私がすごいたくさん選抜の段に選んでもらってるからって言って、やっぱ皆さんすごいいっぱい握手券ね取ってくれてありがとうございます。お友達連れてきてくれたりとか、なんか全部が嬉しかったです。楽しかった、本当にありがとう。たくさんあれやだよ、朝早起きできないから一部二部はごめんっていう、正直なみんなも好きだよ。ファンクラブ作らないの、できたら秒で入るんだけど、本当秒で入ってくれる、ね、楽しかった改めて。あ、そう今回のあの舞台の監督のお嬢さんがツイートしてくださって、 AKB の劇場を見に来てくださって選んでくださったので、すごい嬉しかったです。入る入る、イベントやってくれたら本当嬉しい。あー、イベントね、イベントはどんなことが嬉しいんだろう。みんな可愛くない、このユーピンクのリップ本当に可愛いと思うんだけど、私大好き。今日もらったらよかった。ゆきりんさんがユーピンク持ってきてくださってて、でも私持ってるからユーピンクね、だからなんかダメかなって思ってもらわなかったんですけど、てか買います。そう普通に買いたい。あとどんくらい残ってるんだろう。これカナリープ本当に好きなんです。一部は人が少ないから個人的に好きですね。一部の雰囲気私も好きだよ。本当に会場自体がマジで静かなの。会場、おっと、会場全体がね。バスツアーね。話しやすい、そう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 。お、明日行きます、だって、嬉しい、ありがとう、待ってるね。アヘミとババ抜きゲームね、ビンゴとか、ビンゴー、あ、そうなんだ、昔は朝からすごかったんだ、なるほどね。朝はすごい静かです、とっても。
神奈川県民など幕張はきつい。そうだよね。だって私も今日4時半15分起きとかだからね。あ、やっぱビンゴね。ビンゴそうだよね。握手会に来て、ぜひ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 お待ちしてます。待ってるよ。本当に楽しいから握手明日おしましできる部はあるよ。明日はね、5部以外はおしましできる。1、2、3部。テレ東のスタッフさん、あやみんのこと褒めてくれてたよ。え、何人、どこでですか。え、てかね、今日今日ね、そう、番組でこの前、つい最近番組でお世話になったスタッフさんが握手会来てくださっててめっちゃ嬉しかった。そう、明日は何の話しようかな、の気持ちなの。本当、何の話する。ね、そうだ、ちょっと聞いてください。ループとまとめなしどっちがおすすめ。1、2部だったらもうループがおすすめかな。コンサートの日にインタビュー受けて、その時に話してくれた。え、なんて言ってたんですか握手会で何か見せたりできる。あ、ものによるけど、さすがに動物とかってなるとちょっと厳しいけど、うちわとかなら、うん、ね、あとさっきコメントでちょっとちらっと見かけたんですけど、皆様あれです、握手会行こうか迷うけど、可愛すぎて至近距離で話すと怖すぎる。なんだって、そんなこと言ってる場合じゃないです。会いに来なさい待ってるね。明日別件で幕張メッセ行くけど、当日券っていうものはないですね。あるのかな、いや、ない気がするないで、ないですね。あのさ、そうそう、皆さんに言いたいんですけど、ドボンのドボンライブちょっと頑張ってみてもいいですか今日初めて行きました。嬉しい、ありがとう。今日初めましての人すっごい多かった。当日券ね、欲しいよね。阪神勝ちましたか。あ、今なんかドボン、ドボンのイベントがあるんですけど、めちゃめちゃね、参加率今回も高いと思うんですけど、なんか理由は単純にドボンライブ楽しそうだなっていう楽しそうだなっていうだけなんですけど、だし、そしたらさ、だってライブが1個できるんですよ。やっぱそうなったら嬉しいじゃないですか。だから一緒にしたいなって思うんですけど、どうですか。あ、今なんなら、あ、明日から一押しガチャ始まるから、ぜひゲットしてね。そう、あ、一押しガチャ始まってるって、始まってるって。そうそう、好きな楽曲でセンター立ってるんだよ。でもたったの16人っていう。あ、あと波動の結晶も待ってますね。お肌ツヤツヤですな。ね、なんかここら辺すごい。ここはちょっとラメが入ってて、ここはなんかわかんない。なんでだろうね。
あ、待って。あれ？あ、ま、間違えた。波動は間違えました。何の話か間違えた。波動は、でもなんか決勝行ったよね。16期。なんか決勝決まったんじゃなかったっけ？でまだか、申し込み。間違えたかもしれない。多分間違えてる。まあそれはまた、ちょっと待って。忘れて一回。波動は間違えた。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 あ、舞台ね。そうそうそう、それそれ。舞台も待ってます。舞台は本当に、これは本当に待ってます。舞台、はい。舞台待ってます。舞台はおすすめですか？おすすめです。すっごくおすすめです。本当に私ってすごいところにいるんだなって思いました。稽古中何度も本当に本当に、あの、初めてじゃないですか、こうやって大人の方と一緒に舞台するの。本当にあの、なんかど素人が混ざってしまってるんですよ。本当にね、すごく山田邦子さんだったり三浦光一さんだったり、本当にそう、ジョーさん、そう、ジョーさん、あ、皆さん、それすごい、ウルトラマン、本当にすごい、すごいんです、すごい、本当にすごい方の中にいすぎてて、本当に私大丈夫かなって思ってるんですけど、あ、コメディ、そう、コメディですね。どちらかといえばコメディ要素が強いけど、私そういうお笑い、笑い取るのとかすごい得意ではなくて、でも頑張ってるので。でね、何だったっけ、あ、そう、それで本当にド素人なんですよ。ド素人なんですけど、それをあの見捨てずに皆さんすごい指導してくださって、本当にあの、これ何も言われなくなった時がおしまいじゃないですか、ね、何も言われなくなったらおしまいだと思うんですけど、昨日も本当に猛特訓してくださって、本当にずっと申し訳ないぐらい稽古に出れなかったので、猛特訓してくださって、山田邦子さんとかが、山田邦子さんもやっぱなかなかね、お忙しいのでなかなか稽古にいらっしゃらないことが多いんですけど、昨日はいらっしゃって、そう、そんな数少ない、山田邦子さんも数少ない来れる日のうちの一日だったのに、すごいあの教えてくださって、いろいろこうするんだよって、こうするんだよ、こうするんだよ、ああするんだよっていうのを教えてくださって嬉しかったです。そう、指導してくださいます。山田邦子さんと話すのめっちゃめちゃ緊張しますけど、皆さん本当に見に来てくださっ、うん、違う、間違えた、見た方、見に来た方がいいです。皆さん本当にすごいので、本当に私、え、本当にすごいことなんです。皆さん本当にこれ、本当に見に来ないと、あの、そうね、皆さんちょっと損しちゃいます。怒られなくなったらその方が良くない、ね、そうだよね、そうだったの。あの、そう、11月の1234が私で、5がはーちゃんです。ぜひ私の専用ホームとかあるので、なんかそこから、でもどこだっけな、11月3日のお昼はもう満席だった気がする。2日もあとちょっとだったかな。3日の夜、11月の3日の夜だけがなぜかすごい席が空いてるみたいなので、皆さんそこは穴場かもしれないですね。
そう、2人同じ役、そう同じ役です。でも全然違う、はーちゃんと私全然違います。同じ役でも全然違う。やっぱはーちゃん普段からやっぱ MC とかでも不思議ちゃんじゃないですか、すごくそのはーちゃんがなんか出てて面白い。もう本当にはーちゃんがいなかったら私どうなってたんだろうって思うくらい、あの人見知りすぎて、こうね、やっぱそう人見知りなんですよすごく。でもはーちゃんはやっぱ社交的だからすごく助かってます。私ね、そうファンの人には人見知りしないの。そうそうなの、やっぱみんなそうだよね、本当かって思うじゃん。私本当にね、みんなには人見知りしないの。なんでだろうね、本当にね、わかんないの、なんでかわかんないの。ファンの方には人見知りしないの全く。でも初めましてのレイサーマーガレットの時とかもそうだったけど、なんかね緊張しちゃうっていうか、なんて言うんだろう、なんだろう、そうなんだろうね、なんか大人なんだろう、わかんない、なんかねえ、すごい緊張しちゃうんですよね、すごく。なかなかね、そう初めましての人と話すのなんでだろうね。かといって別に AKB としての活動してる時の私が偽りの私だと言わ、うん、偽りかって言われたらそうじゃないんですよ全然。あれも本当の私なんですけど、なんだろうね、なんかそれは多分分かった、なんでか分かった。やっぱ自分のこと見に来てくれて自分のこと好きでいてくれる人っていうあれがあるからかな。だけどやっぱ舞台とかはなんかこう思われたらどうしよう、ああやって思われたらどうしようとか、そういうなんかいろんなのが混ざってしまいます。やっぱ AKB としているから出てるから、なんか自分が自分の行動や発言すべてがやっぱ AKB として見られちゃうなとかかな。なんでだろうね、わかんないけど。なんだけどすごくすごく皆さん優しくて、本当に優しいので、うん、なんか稽古に全然出れてないっていうことを理由にしないようにしてくださってるのが嬉しいし、やっぱり皆さんも本当にもうすごくおすごくすごくすごくすごすぎる役者さんばかりだから、やっぱそれこそ見に来られる方ももうそういうなんていうの、普段そういうすごい演技を見てる方々ばっかりじゃないですか。だからそういう見に来てくれた人にやっぱあやみんの演技を見てあダメだったなって思ってもらいたくないからとか、やっぱ良かったって頑張ってるって思ってもらいたいとかいう風に言ってくださって、そう優しいです。ドラマとかもやってみたいね。でもドラマとか舞台って全然違うよね。やっぱドラマはさ、AKB の歌出て思ったけど、ドラマとかああいうのはやっぱ監督さんがこういう風にいろいろし、58分でありがとう、いろいろ指示してくださって、それ通りにやっぱやるけど、舞台は本当になんか自由みたいな。日によって変わるし。稽古の時によって変わるしみたいな。そう。でもやっぱさ、私普段の AKB でもさ面白担当じゃないじゃないですか。
なんか面白いこととかできないんじゃないですか。そうね、そこがあれなんですよね。でもそれはそのまんまでいいと思うよって役者の皆さんに言われたので、そのまま頑張ります。やっぱ違うよ、私面白いことはあんましさ発言できないから。いや舞台ももちろん決められてるところは決められてるけど、例えばきっかけ台詞になることとかね、そういうのはあるけど、そう自由なところもあるじゃん。嬉しいです。もう山田邦子さんが本当に私いつもビビっちゃうんですよ。けど山田邦子さんとでもね話したいこといっぱいあるんですけど、やっぱなかなか自分から話しに行っていいものなのか、そんな、ね、思ってしまうんですけど、昨日もずっと指導してくださって、なんかもうずっと見てたらあんたのこと好きになってきたわってあなたのことあんたって言ってないか、あなたのことも好きになってきたみたいな、そのキャラクターがみたいな、あなたはもう可愛いっていうそれをキャラクターを貫き通せばいいんじゃないみたいな。でもそれがさやっぱ演技ができてないからもう言うこれ以上言えないっていう意味なのかなってちょっと思って、それはちょっとあれだったんですけど、でもなんか他のとこでもすごい指導してくださったので、やっぱね山田邦子さんは本当にすごくて、稽古の時からずっと見てます、ずっと見てずっと目で追って、ずっとうん、メモってます、いろいろすごいって思った、本当にすごいなって思いました。幸せだなって思います。改めて選んでいただいたジョーさんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に皆さん本当に見に来てください、ぜひ。すごいので本当に私がすごい中に放り込まれてるんだなっていうのをそうやっぱサイさんって方、サイさんとかにもすごいありがたい役だよって、初めて出てこんなにありがたい役をもらえるなんてすごいことだからねって、舞台ね、皆さんちょっと難しいところとか、難しいかもしれないんですけど、でも何回も何回も見れば面白い部分もいっぱいあるし、ぜひお待ちしてます。ではスクショタイムして終わろうかな、やばい10時3分だ。いや久しぶりにショールームできてよかった。明日もワンチャンできそうだからしますね、その時は。今回の舞台の差し入れのちょっと面白い話があるのでまた今度しますわ、ちょっと面白い話があるので。じゃあはいチーズ。そうサイさん、そうナルさんの一番会いたい人で、
リッコ似てるね、見えないよね。そうだ、公演もあるんだった。アミさんの卒業公演出させてもらえるんです。嬉しい、すごく嬉しい。久しぶりの公演頑張ります。内緒ポーズ、あと何？あ、これ？皆さん明日よろしくお願いします。6分になっちゃった。ではランキング読んで終わりますね。そうだから明日もしね1部あたりでたくさん枚数があるって方はまず1枚最初に来てくれたら嬉しい。やっほーみたいな感じで各部でよろしくね。最初にやっぱレーン行った時にみんながいてくれた方が嬉しいから。13位白毛玉さん、12位さきちゃん、11位高野志吾心さん、10位あきちゃん、9位せいいちさん、8位チャネタスさん、7位パタパタ高弘さん、6位スロケイチさん、5位 HK さん、4位カボンさん、3位アルニスタさん、2位スピーナさん、1位陽一さんです。ありがとうございます。皆さん今日来てくれた方ありがとうございました。そして来れなくてもショールーム見てくれた方ありがとうございました。あといつも SNS 見てくれてる方もありがとうございます。あとインスタも更新したので見てください。インスタはあのあれですよ、あれ新衣装をめっちゃ大量に投稿したのでぜひ見てください。超可愛いから、超可愛いし、新衣装を着てる3日目の自分が一番可愛い。見てください、ぜひお願いしますね。今日本当に楽しかった、本当に握手会幸せだった。ありがとうみんな来てくれた方、いつも来てくれる方も初めましての方もいっぱいありがとうございました。最後のピースが良かった、こやつでしょ。ではまたねー、バイバーイ、ありがとう、さよなら。